男の30代、それは人生の大きな転換期です。アグレッシブでデンジャラスでユーモラスです。道を踏み外す者がいます。リスクを顧みない者がいます。脱サラし、たこ焼き屋を始めたくなる者もいれば、安定を望む者もいます。言うまでもなく、男子の30代は波乱万丈です。これはそんな冒険者たちに最大のエールを送る一編の物語です。カノートおっさんが男子の30代をテーマに送るコミカル人生談、 SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。